伸びついってプレゼンツノギツアーツどうも皆さんこんばんは東横名人です本日も山梨県海市にありますショッピングモールナザウォークの駐車場よりお届けしておりますお相手は私東横名人と今日も長野からこの方ですはいこんばんは坂本ですあのベストバイっていうのを毎年やっていて <laughs> はいはい あの、12月にも、ポリンスキーさんもやってもらったし、坂本さんにも話したんですけど。まさかね、ポリがあんなものを出してくるとは。まあ、意外なものをいつも彼は出してくるんでね。まあ、昔来ましたけどね。腹立ちますよね。なんか、あの、ああいうのでね、ちょっとなんかこう、印象がね、上がるのがね。ね僕はまあ、相変わらずのものを出して。俺はいいよ、別に。聞いてもらいけど。想像して言ってますけど。はい、っていう感じなんですけどね。 あの、それに近い形で、これもツイッターで話題になってたんですけど、うん、我が家の定番品っていうのは多分あるだろうとうん、うん。その家に多分これ買ってるのうちだけじゃないか、みたいなもんって、多々あると思うんですけど、うんうん。まあそ、そんまにその家しか買ってなかったら多分なくなると思うけどね。いや、そうそうそう。うん、あの、そうですよね。だからコンビニでも、なくならないよね、この商品みたいなんって絶対ありますからね。めっちゃ補充されてたりしてね。誰が買ってんのやろ、これって。 思うのも、やっぱあるんですよ。こんなん買ってんの俺だけやろ、きっとって。そう。なんかありますそんな。コンビニでやったら。コンビニででも結構僕は、あのね、このラジオ聞いてる方はお分かりだと思いますけど、うん、ミーハーなんで、うん、みんなが買ってるやつを買うタイプなんですよ。<う>で、あの、食べ物は、旬の安いやつを買うっていうタイプなので、うん、俺が買わないとなくならないなっていうのは、そんなにはないんですけど、うん、まあ最近だとあの、新州のもつ煮込み、 ああ。セブンで売ってるもつ煮込み。はいはいはい。結構お高めですけど、うん、2>, 2人前ぐらい入って。うん、あれは結構定期的に買ってますね。このセブンイレブンの、うん、あの、冷凍うどん、鍋焼きうどんは、土日とかもうなんか料理作るのめんどくさいって言われたら、あれをいつも常備してて、最近は、あの、肉うどんも美味しいのが出てきて、うん、それは結構定番品で買ってますね。 まあ、あとはもう、皆さんも多分同じだと思いますけど、うん、無印行った時に、あの、バターチキンとグリーンカレーはもう絶対、<laughs> もうこれは買います。そうなんですね。であと、ベストバイの時に行った、あのカルディのビビンバー。<laughs> ビビンバー。ビビンバも絶対に買います。<laughs> これだけは、あ,<ー>あの、いつも家に。 常備してますねまあとは、新種に来てから変わったのは、ずっと必ずあの、常備してたのが、UFO からペヤングに変わった。ああ、それはエリア特性ですよね、多分。で、ペヤングの味に慣れてしまったんですね。ああ<ー>。まあ、都市っていうのもあるんでしょうけど。まあ、UFO はちょっと濃いですからね。そうそう。ご飯が欲しくなるぐらいじゃないですか。<ー>ペヤングは意外と、 そんなに罪悪感がない。同じ, <laughs> い同じですけど。どっちもどっちですけどね。うん、でも、ペヤングの方が、なんか、さらっといける。ああ<ー>。だからね、ペヤングはね、結構、買ってますね、やっぱりね。ペヨングと。うん。<laughs> 何が違うのかよくわからんけど。そう。うちはね、うん、てかごまが好きなんで。はい,はいはいはい。ごまは大量に買ってますね。どこであの、ごまにこだわりはないのこだわりはない。 うんうん、でも、態度同じ袋、あの、瓶に、もうずっと使い回してる瓶なんですけど、うんうん、それをずっと入れてるっていうのと、うん 最近は柚子胡椒。ああ、僕昔業務スーパーの柚子胡椒をよく買いましたね。うん。うん、でも安いのも高いのもそこまで味の違いがあるようにはあんま思えなくて。うん。うん。100均にも売ってるじゃないですか。はいはいはい。安定してるなーっていうのもあるし、高いのは高いんでやっぱ美味しいんでしょうけど、うん。ちょっともったいなくて罪悪感があるっていうのと、あとはね、なかなかなくて困るのが柚子ぽんマイルド。柚子ぽんにマイルドがあったり。マイルド味があるんですよ。で、また小さい瓶で。 それがいいんですけど。最近古民のを譲ぼんがあん売ってなくて。うん、だ今、大きいプラスチック。 のペット状のゆずポンから、ポン酢から、実際の写し替えてますからね。バ <laughs> イ次ついだしね。<laughs> まあ、こっちに来てから、ポン酢はもう、朝日ポン酢が手に入らないので。うん、でも、結構売ってますよ、いろんなところで。うん。だから、うん、あの、普通に、僕も鶴屋のポン酢。鶴屋のポン酢ね。うん、もう、ほとんど、僕スーパーにかにか鶴屋なんで、やっぱり。お金持ち。いや、金持ちって、これ、一番近いかな。鶴屋が。いいな、鶴屋の PB ビーいっぱい買えて。 いや、だって、近いんだもん。いいなそうですね。だから、鶴屋で、まあ、そのポン酢とかジャムとか、うん、ああいった、ま、思考品的なやつは鶴屋で買うし、うん、で、あの、基本僕はあの、糖尿病になってから、うん、コーラ的なものを一切飲まなくなって、甘い炭酸は。ほうほうほう。で、ウィルキンソンの、 炭酸ね、赤い,赤いやつ。赤いやつ。あれが、あの、ドンキホーテですごい安いんですよ。うん、あの、時には69円ぐらい。いっぱい買い込んで、業者みたいなそうそうそう。そうあの、もうショッピングケースに山ほどのように買って、もう冷蔵庫は必ずウールキンソンが山のように、ある状態ですね。もう<ー>、あの、大阪に比べると、若干長野の水って硬い気がするんですよね。放水。うん。うん、で、あくまで僕の感想なんですけど、うん、こっちでご飯炊くと、あの、標高が高いこともあって、 タワーマン理論うん。いや米が炊けないいや、だって、そもそも800メートルぐらい高地 <laughs> だから。そうそうタワーマンが米が食べれない、<laughs> 炊けないって言説があるんであれば、うん、サポサータのところが米肩で壊れて <laughs> そ, <laughs> そもそもほんまに800メートルでスーパー行ったら、お菓子がパンパンに膨らんでますから、本当に気圧が若干ね。 い、うん、くいってもあって、お米がやっぱり大阪で炊いた方が美味しかったなっていうのがずっと思ってたんですけど、うん。ある時、名水がいっぱいあるじゃん。うん、まあまあね。名水がいっぱいあって、うん。その名水のうちの一つのお水で米炊いた時に、うん。美味しかったんですよ。それは美味しいっていうのは、うん。柔らかいっていうか。あ、柔らかいさ。いや、人によって米、うん、米の好き嫌いあるじゃないですか。はい,はいはいはい。僕はちょっとべ、べちゃ気味が好きなんですよ。ああ僕もどっちかっていうとそうかな。 硬くて粒が立ってるねって言われるのがむしろあんまり好きじゃなくて。うん、それはどういうコンディションだったらそうなるの水分が多かったらなるだけなのか。まあもちろん方方新米だとね、そうなるとから。水分量が多いからってことなかな。でも同じ米でもそこの水で炊いたやつの方が僕はちょっと美味しいなって思ったんで。うん、それ以来お米を炊く時の水はその名水の水を使ってます。えー、もうおそらくもずっとです。もう一年以上。 それが、それが定番品であると。定番品。だから大変ですよ。一か月に一回ぐらい必ず水汲みに行くから。<ー>うん。ただちょっと怪しいんですけどね、その水。怪しい打たら失礼やな。オカルトオカルトでもないと思ってるんですけど、オカルトでもないと思ってるんですけど、ただ。カドミウムが入ってるとか、そういう風な。 やばそうな。カドミウム入ってたらほんまにやばいやろ。<laughs> いやいや、そういう風な、重金属っぽいも何かが入ってるんじゃないか、みたいな。でもあるじゃないですか、あの、<僕>温泉でちょっと鉄っぽいのが飲めるとか、うん、大分のほととかそういのありましたよ、確か。うん。かって、この水、鉄めっちゃ入ってんな、みたいな。いや、僕としては、普通に、うん、あの、まあ、名水いっぱいあるじゃないですか、新種だから。うん、だから、名水の一つとして、売ってくれればいいんですけど、うんうん、一応ホームページもあって、 トキの名水って言って、<う>いろんな大学教授がここの水は違うとか、<laughs> なんか、なんかね、癌、うん、治ったみたいな。また、またそっち、そっちそっちそっちのこと言うのいや、俺はそんなん必要ないと思う。自らのメッセージこれ、これまたあるじゃないですか。か活性酸素がうんのみたいな。おー、うん、おー。いや、俺は単にお米が美味しいと思ったから、うん いやよ、いい、いい、いいっすよ。そんなそ<う>必死に、必死に弁明しなくても大丈夫ですか。信じてますから。しかもね、うん、意外とお高いんですよ。ほうほうほう。あの、買うとね。あ、組に行ったら安いよ。う組に行ったら、えっ、ー、と、10リットルで300円かな。あ、でもお金払うんだ。払うんですよ。いはい、ここから、あの、あれね、みたいな。いや、あの、自動販売機みたいに、300円でやったら10リットル出てくるんですよ。 いや、周りには、無料の名水、汲めるところいっぱいあるんですよ。うん、もちろん新州だから。うん、でも、ここはお金取るんですよ。うん、あの、地下何百メートルから汲み上げてる地下水なんで。ね<ー>、なんか活性酸とかどうだろうこうだろうとかいっぱい書いてあるんですよ、周りに。うん、もう、なんかそれ読んでると、若干、げんなりしてくるんですけど、そのガンじゃないし。うん、いい、水飲みたいだけなのに。そう、美味しい,い水。そうそう、これ、この水で、 ご飯食べたこと美味しいよねって。でも多分、がんになったら笑おうも使う気持ちで、やっぱり来るんだと思いますよ。まあまあまあ、もちろん気持ちはわかりますけどね。気持ちはわかりますけど。例えば、あの、伊豆奥島、奥島田にある、うん、これラジオとか聞いてたら、観音温泉って有名なところがあるんですけど、そこは、美肌の湯でああ、温泉はね。そうそう、うん、それは、あの、観音泉って掘り当てた人が観音泉っていうホテルを作、旅館を作ったんだけど、うんうん まあ、そこで観音様が出てきたからっていうのもあるらしいんですけどね。かいそうそうそう、なんか掘り当てた。はい,はい。で、そこで、水も、健康にいい、みたいな。うん、美肌の湯っていうの。産んだらね、とかね。そうそうそう。まあ、なかなかそこの、あの、女、女神も、悪、ちょっと癖の,<悪>癖の強い。<laughs> あ,あ、の悪の強いね。悪の強い。悪魔みたいな。いや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  <laughs> いや。なかなか結構な、あの、インパクトのあるパンチの強いお,おばあさんなんですけどね。うん <laughs> まあでもこの、時和の、時和の名水って言うんですけど、うんうん、別にか隠す必要もないので。時和の名水。うん。あれ、あるんですけど。それは組み合わせがあるわけでしょうさこさん米は、どこの米をお使いなんですか、うん、これはあの、親戚から送ってもらってる岡山県のお尻会。全然違う。<laughs> <laughs> 意外、意外と。親戚が岡山の津山に住んでるの、ねえー。うちの兄貴がお世話物をお返しでくれるお米は、うんうんうん 伊賀上野の腰意外と遠いところの水と相性がね。うん <laughs>、仲良くわからん。このマリアージュがって言っていいのかどうかわからないけど。ただまあ、あの、僕の住んでる地域だけかもわかんないけど、若干硬くは感じるんですよ。僕の地域の水は多分中央アルプスから出てきてる水やと思うんですけど。うん もしかすると、天竜のか水もちょっと入ってんのかもわかんないけど、うん、なんか若干ね、やっぱ大阪の、まあ言うても大阪の水って言ったって、淀川の浄水場のあれなんで、うん、あのね、もうそんなに上等ではないと思うんですけどね。ビアコンの水でしょうん。まあ若干硬く感じてたのが、この時和の水。だからこのホームページで行くと、うん、ユーザーのこの家の猫がペットボトルに入れた時和の水のそばに体を押し付けてこの水をねだる。 もう犬も猫も時和の名水大好きなんやばいもん入ってる、ね。<laughs> また旅みたいな。<laughs> そうそうそう。え、それが定番品。うん。水の違いの比較。時和の名水と水道水、それぞれにコスモスの花を生けたら一週間後の花の状態。もうほら、枯れてるから。水道だと。それはさ、春季入ってるから。うん。うん、電書場とか。<laughs> 電書場と電書場とか時和の名水を。<laughs> そうにもわかるんですね。いい水が。いや、まあまあ、水道水と天然のやつやったら、天然の方が、あの、ケミカルっぽくないからいいんじゃないですそう。まあだからね、こういうのね、見ると、うん、いや、水道水と配れ、比べるんじゃなくて、うん、他の名水と比べたらどうかなって思う。そうそう。それは、それはアンフェアですよね、うん、水道水と、うん。うん、まあまあ。もちろんただよ コーヒーは明水じゃなくて水道水で硬い水の方がいいよって言ったりもするじゃないですか、うんうん。はいはいはい。まあ、もちろん水道水って別にいろんなものをね、うん、あの、排除して、安全のために作ってる水なんで、うん、日本の水道水は別に世界的に見ると全然悪くないんですよ。うんうん、ただまあまあ、こういう感じで、あのー、まあ気持ちはわかるんですけどね。うん、美味しいっていうのをもっと前面に出していこうかっていう。うん、<laughs> うん、そうでしょうね。いや、でも本当にあの、僕自身は、 あの、結構お米に合うお水だなあか、血のものと血のものを組み合わせてやるっていうのが一番いいのかなと思ったりもするんですけどね。まあね。うん。うんまあ本当にあの、お水は結構探しましたよ、僕は。あそうなんですか。まあいろんなあの、新種の名水を飲み歩いたりとか、うん、あのね、ペットボトルとかポリタンクに入れて使ったりとか。いや、水も、お茶と一緒で、うん、この前僕、ラジオ食堂のね、うん、公開収録の,の時に、うん 聞きちゃをさしたんですよ、みんなに。はいはいはい。当てれなかったですからね、みんな。僕も当てれなかったから。それはラジオ収録の時に出てきてる人たちでしょいやいや、えさっ田崎信也だったら見分けれるのあれ、とか、ピッ、ペコ、ええもんって。そうそうそう。でもやっぱり、カコップで飲むと違うじゃないですか。はいはいはい。やっぱコップとか器も大事じゃないですか大事。それはどう、どう、坂本さんは知るんですか何が いや、あの、飲み比べの時は。<laughs> 何み、僕、いつも使ってるグラスは一緒ですよ。ほう。うん。普通のガラス。ガラスコップで。ガラスコップで。プでそ現地時、ペってやってやるそれはしてないですかあ、現地ではあんまり。あんまり。うん。あ<ー>、まあ。まあもちろん現地でも飲みますよ。あ、美味しい。冷たくて美味しいっていう。まあ、で、出た、出たってはやっぱ美味しいよね。そう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 。うん,うん。もう単に僕の場合は、お米がどれが一番美味しいかなっていう。 米キスなのね。そうあ<ー>、うん。だって普段はウィルキンソン飲んでんねんもん。そうね。硬 <coughs> いもんね。そう。お水、うんぬんじゃないからね。僕の場合は、飲んで、飲むやつは。普段はウィルキンソンでお米を炊くのにはどれがいいかなっていう。うん,うん。だから最近ね、だから、お米だけじゃなくてシチューとか鍋も <laughs>、それ、ね、いで、時葉水で。まあ、もちろんね、 冷たすぎるっていうのもあるんですけど、家の水道が。あ、まあね、うん。冬なんかすごいよ。手痛いもん。そっか。うん。だからね、お風呂も結構硬いと思う。<laughs> 風呂の水はいいでしょうよ。もいやでも昔から風呂の水もほら、ガスとか薪とかでは全然違うとか言うじゃないですか。本当にあれもね、よくわかんない。薪で炊いたお風呂は、なかなか体が冷えないの、みたいなこと言うじゃないですか。本当にあれはどうなの 遠赤外線効果がどうのこうのっていうのはわかるけど、水は違うでしょおかま、おかまが五右衛門風呂みたいなやつで言うんだったらわかりますよ。うん、遠赤外線うんぬんって。はいはい、でも、KFRP の樹脂のところに、別に五右衛門風呂じゃないでしょ違う。じゃあ、関係ないと思う。やっぱりうん。うん、なんか、ああいうのもよくわかんないですね。波動、はい 自,自らのメッセージ <laughs>。まあ、確かに、ヒノキロとかやったらなんか温まった気が。いや、<laughs> ヒノキロはやっぱ違いますよ、それは。ちゃうのか、やっぱり。やっぱり、ちょっとヒリヒリするっていうのもあるだろうし、そのヒリヒリ具合が。いやいやいやでな、ヒリヒリすんのヒノキロって。いや、な、なんかだから、その、木の成分ってちょっと一部、ヒリヒリっていうか、ちょっと尖がった感じはやっぱりする。 水が、水が尖ってる。水が尖るよエッジが効いてると。エッに。うん、いや、それはわかるし、炭酸温泉みたいなところ行ったら、なんか独特だったりするじゃないですか。それはやっぱあると思う。これね、源泉やったらね、ぬるっとしてたりとか、いろいろあるんで、すぐわかるんですけど、やっぱ風呂桶でも違うんやフロ風呂桶は違うんじゃないやっぱり、木々だと。染みえるもんがあるから。本当にね、そこら辺がね、あんまり。いや、だってよく言うじゃないですか。た多分体にいいのは、2番風呂が一番いいって。 誰かがね。誰かのミニラルが染み出てる。汚い話を、うん。うん、でもお湯、お湯のちょっとゲを取ってね。うん、そうそうそう、うん。一番風呂は体に悪いって言ってたもんね。そう。でも、その割には、あのー、その家の主に一番風呂っていうのは、要は殺したいんかっていう。よう <laughs> 分からへんねんけど。<laughs> まあ、確かに二番風呂、三番風呂はちょっとやっぱり、 湯が濁ってるっていうか。まろやかなような気はする。入りやすいよね。痛いもんね、若干一番風呂。そうそう、一番風呂は。僕も絶対二番風呂なんですけど。あ、そうなんだ。うん。だって一番に入れてくれないから。それはどうなのえそれはどうなのいや、僕はうちは九州男児でも何でもないし、奥さんは九州の人でも何でもないんだけど、ただ単に、私が入った後のお湯は汚いんじゃないですか、やっぱり。えっと、僕はやっぱり体はザーって軽く、 股間とか全身をさーっとこう掛け湯をして、やるんだけど、やっぱり毛が落ちるんですよ。はいはい。毛が落ちた後で嫁さん入るの、やっぱり悪いじゃないですか。はあ、いいよって言ってくれるけど、悪いからいいよっていうのと、もし本当に一番もろ入りたければ、うもうからってクシ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 ク強めに洗って、えっと、体毛が落ちないようにします。一緒に入るっていう選択肢はないの昔はあった。今でも入ればいいじゃん,、うん、今はもういいって言われる。 ま入ってたとしても言わないですよ。はいはいはい。うん。もういい年超えて。いやいや、いい年とかあんま関係ないでしょ、夫婦やから。そうね。うん。いや別に、中でいろいろイチャイチャ生徒は言ってないよ。普通に、代わりんこに出たり入ったりしながら体荒くて、一緒に出ればいいだけ。そうね。うん。そうなんですよ。そうか、定番品いいですね。で、僕ももう一つは、ちょっと最近また見直してるのは、はいはい。 SB の古き良きテーブル胡椒。うん、書いたんの古き良きテーブル胡椒って。そんな、そんな、皆様のお墨付きみたいなんじゃなくて。昔用あったやつでしょあのなんか丸い。そう,そうそうそう。なんかあのあ青,い青い缶に入った。いや、青い缶じゃそれは枯らしとかなて<あ> SB のあれじゃなくて、うん、あのね、テーブル胡椒って、あの、混ざったようなやつか。そう、あのグレーの胡椒。はい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 。あれがやっぱ一番胡椒として美味しいなと思った。 まあ、あれで育ってるっていうのもあるでしょうけど。あるけど、最初あれがやっぱり、<に>まあ、なんていうの<ー>もう、普通っていうか、スタンダード。いや、だから、故障って、僕ら、この、大人になるまで、うん、あれが故障だって思ってたんですよ、これね。テーブル、スミのテーブル故障って、はいはい、この、うん、このデザイン、うん、今から見ると、柳総理か、みたいな。うん 全然違うと思う。いやいやいや、でも、でも結構、工業デザインとしても、すごいいいし、デザインとしてもすごい、やっぱりい,いいなって、思うんです。このテーブル胡椒、今も画像見してますけど、このお米屋さんみたいなマークが。それは SB のマークいや、SB はこれ。じゃあお米屋さんのマークは何なのいや、別に米じゃなくて、うん、何か胡椒の実か何かのイメージなんでしょうね。あ、そうなんだ。全然気づかなかったんですけど、うん、でも、これの、 胡椒の方が珍しいんですよね。だってもう気ついたらさ、あの、さあって言ったけど、うん、あの、いつの間にかブラックペッパーの方がいいみたいな感じになってた時期ってあれないっすかラーメンとか,か。ああ、まあ、なんとか上等的だね。上<等>何やったらガリ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 方ね。そうそうそう。ブラックペッパーこそ大人みたいな。うん。で、ギャバンとかね。うん。ギャバン、ギャバンね。ギャバン、ギャバン、ギャバンある、ギャバン、ギャバン。 呂着のギャバンじゃないよ。うん、とか、あとは、ホワイトペッパーとか。うん、だかそっちの方に、スパイス系に寄ったけど、うん、やっぱり、ラーメンに入れるんだったら、うん、この SB のテーブル胡椒はやっぱ一番美味しいわと。特に僕、カップヌードルの醤油に、これを二振りくらいして食べるのが一番好きなんですよ。まあ、このテーブル胡椒って日本だけらしいしね。どういうこと日本だけでどういうこと 胡椒っていうのを、そのテーブルで使ってるので、日本ぐらいじゃないの、うん、ああ、そういうあの、後乗せ的な食べ方を、うん、えっと、外国ではしないと。いや、こういうふうにあの、粉末にして、かけるみたいな。うん、え、なにみんなあの、おんじゃ、ペッパーミル、ヌートバーみたいな感じでやってるってこと、うんうん、そ,うそうそうそう、違うのそう、どうなんだろう。 だって、そもそもあの、SB、SB のホームページの家庭用胡椒、スパイスの歴史に関するお話。はいはいはい。カレー粉と並んで日本人が作った独自のスパイスの一つが胡椒です。あ、そう。カンブリア給電で SB の原点について言ってて、うん、あのカレー粉を作るのにめっちゃ苦労したらしいです。SB の創業者は。うん。赤缶を作るのはね。うん。うん。それと同じで、うん。この胡椒っていう形態。うん。もう、世界に類を見ない。 独自の形態。何ホロホロしたいのかまた。<laughs> いや、だから、日本すげえぜって。別にこんなんで、日本すげえぜって思えへんけど。いや、日本独自なのまあ、そういうのっていっぱいあるやん。へえ、そうなんや。うん。たん、だから、あのー、大手てたんでしょうね、日本人の味覚に。これが。うん。やっぱり俺、日本人だって思うのかな、これくるって。<laughs> いや、ほんなら、<laughs> うん、何よその国は、ペッパーは何、何まあ、アメリカとかだったら、うん あれ、多分、ステーキとかに、ゴリゴリゴリってあったりするんでしょうね。しかも大体黒胡椒でしょそもそも胡椒をかけるシーンって、うんうん、ラーメン食べるとき以外って何やるんですかねテーブル胡椒って白ごま白白、基本白っぽい。白も配合、のところ配合ですよ。最初からしてあるから、まあ、あの配合が企業秘密なんでしょうけど。ラカバみたいに。ラカバみたいに。 当然でしょ。そうかな。うん。いや、ま、あの、僕らは何の気なしに振ってますけど。うん。うん。そうそうち、これありますテーブルこそ今。今はない今、ブラックペッパーになってませんかあの、青いカンカンのやつ。青いカンカン。青いカンカン。でかいやつね。でかいやつ。うん。ええ。あの、ブラックペッパー。ああだから、あれね。あれね。ギャバンね。うん。あれです。ギャバンって昔家になかったもん。ラーメン屋でしかなかったもん、大体そう。 うん。ありぞ、何か、あの、元からうちありますね、みたいな感じでみんな顔やってるけど、うん。昔はテーブル胡椒。テーブル胡椒でしたよ。コショ椒取ってって言うと、それが出てきます。でしょ今は胡椒取ってって言うと、ギャバンが出てきます。あれ、ハウスになったのかなギャバンは。うん、SB は、どっかのタイミングで、逆転されたのかな定番が。よくわかんないですけど、なんか、あのー、やっぱり、黒胡椒というか、黒の方が、 なんか、俺聞いてるぜ、みたいな感じが、若干したんでしょうね。でも、パンチがいいじゃないですか、黒胡椒って言うほど。言うほどね。なんか、なんか食感的な見た目が、うん、見た目あれで、うん、胡椒として優秀なんて、僕は、このテーブル胡椒のこのブレンド配合だと。まあ、それはそうでしょうね。だって、これで、SB の言ったら、もう根幹というか。根幹に近いところですからね。うん、だらこれで野菜炒めとか作ったらやっぱりめっちゃ美味しいですから、うん。 SB って何の略やったっけサンバードかなあ。今はスパイス&、ンド、うん、ええー、なんだろう。うハーブかなまあ、とりあえずスパイスなんですよね、うん、これね。やっぱり。だから、スパイスに関しては、絶対よそに負けないっていう、なんかそういった企業の、あの、本気度がわかる、やっぱり商品が多いじゃないですか。だから、あの、我が家の定番っていう話をしてますけど、僕しか食べてないですけどね。うん。うん、あの、このテーブル胡椒は。 お前やっぱこれの方がええと思わんって言っても、嫁さんに言っても、はぁって言われて。<laughs> なんかこのラジオで聞くたんびに、<laughs> 嫁さんってなんかあなたと話をしるきゃないみたいな。<laughs> い,やいやいやいや、私はいいや、みたいな。うん。うん、言い直しても一緒やけど。<laughs> いや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 ええー、そうなの、好きにすれば、<laughs> みたいな。<laughs> なんか、機器として僕は、あの、100%。いや、でも、こういうのって、たまにありますよね。うん、やっぱりこれに戻るよね、っていうのが。やっぱこれだね、っていう。うんね、いろんなものにこう、浮気しても、ま、うん、だにやっぱりね、ありとあらゆるとこ行ったけど、やっぱ、麻婆豆腐作るときは丸みや、丸、うん。丸宮みたいな。<laughs> いや、麻婆といえば丸です、ね、丸宮とか。そう、やっぱりね、そうなりますし、まあ、こっちに来てから、僕、うん 新種に来てからスーパーで見かけたことないんで食べてないけど、うん、たまにね、セミ餃子とか食いたくなるとき。ああ、セミ餃子ね。うん。うん。セミ,セミの、セミのマーク書いてある餃子ね。<laughs> そう。セミ食うわけじゃないし、セミが入ってるわけでもないけど、うん、なぜかセミ餃子、結構好きで。うん。 だからたまにあの、本当にあの、こちらのスーパーで、広田のシュークリーム売ってる時は買っちゃいますからね。ああ、あれも定番っちゃ定番ですよね。一回潰れましたけど一回潰れましたけどね。<laughs> もうみんな見るたびに、うん、広田見るたびにみんな言うんですよ。そう。一回潰れたけどな。<laughs> 一回潰れたけど、ね。まあ、あと10年ぐらい言われ続けると思うけど、ねうん、ずっと言われるよ。一回潰れたけどな。<laughs> <laughs> そ,そんなん言うてよ吉野かがたせやからね。そうね。<laughs> うん。うん。まあだから、本当にあのー、 そういう定番、うん、まあもちろんね、そんなこと言い始めた方来かって、北極のアイスキャンディかってみんなそうなんでしょうけど、うん、大阪定番多いから。定番しかないからね、逆に言うと。ある意味閉鎖的ですよ。まあ保守的っていうかね、あの、ダウンタウンの松本さんに言わせると、うん、腐ったタイをいつまでも食ってるみたいな。うん、ひどいな、もちろ <laughs> もうええやろ、捨てたらみたいな。うん、いや、それは吉本新喜劇とかそういうことを多分揶揄して言った時の話ですけど。ひ、うん、どいな <laughs> ほら、最初、ま、まっちゃん、大阪嫌いやったから。うん。<laughs> うん。お大阪嫌いってか、大阪の観客がね、M1、うん、のね、観客が嫌いな時にそういうこと言ってたんだけど、まあ、定番は多いですよね、大阪はね、うん、だから、大阪住んでるときはほんまに決まってましたもん。豚まんは放来。アイスキャンディーは北極、みたいな感じで。うん、もう、お好み焼きはもう天満の菊水で食べて、みたいな。<laughs> 本当に、ね、あとは王将で中華料理食べて、うん。だから、 こっちに来てからだからその定番あと最近定番が変わっちゃったのが、お風呂掃除ですね。うん、ほう。新しい、じ重装いやいやいや、オキシとかじゃなくて、オキシえっとね、マジックリンで、あの、かけるだけのやつあるじゃないですか。うんはい、はいはいはい。カビが取れる的な。うん、あのー、うん、あれですね。 だから、あの、昔の青と緑、緑と黄色のマジックリンは、いつの間にか駆逐されちゃいましたね、我が家から。うん。うん。でね。で、<は>お風呂掃除って名人の仕事うん。だから、毛、毛、毛がいっぱい残った湯船を、うん、見届けて、うん、そこから僕の仕事になってます。あ、うん、どんだけお風呂上がるときに掃除もすんのそう。偉いなめっちゃしんどい、それが。俺次の日やい うん、でも次の日やるとまた水濡らす頃から始まるし、浴室乾燥で、うん、あの洗濯をしたり自分でしたりするんで、まあいろいろやっといた方がいいなと思って、まあたまに手抜いて、うん、もう湯船しかさーって流さない時しかないけど、うん、それでもやっぱりちょっとぬめりがあったり嫌とかはい、はい、水あかがあったり嫌だからさーってやりますけどね。うん、で最近ちょっと横着するのを覚えて、うん、あの、車の 洗濯ブラシ洗浄ブラシで今、袋を掃除したりしますね。うん。う天井とかはね、やっぱりね。あ、無理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 。あの、僕しか手が届かないんで、やっぱり、たまに、ね、あの、天井は俺がやりますけど。うん。いや、やっぱりお風呂掃除。結構しんどいです。しんどいですよ。お風呂掃除って重労働なんで。でも、やっぱり動いた方がいいし、これを夢さんばっかりにやらしてたら、家事全然してないんでね、奥なんか。これぐらいをやってもいいかなって。 だから、僕、まあ、最近は結構ね、やっぱり冬はあれですけど、うん、こっちに来てから、結構ね、温泉行く回数が多い。おお、いいですね。うん。うん。まあ、あの、ね、400円か500円ぐらいのもんなんで、うん、そう考えると、銭湯って楽でよかったな。そう。洗わんでいいからね。洗わんでいい。体を洗わんとダメだけど。そう。それはどっちでも洗わなあかんからね。うん、だから、あの、会社の帰り、まだその、結構早く定時で帰れるような頃は、うん あの、家の近くの温泉に。ああ、いいですね。でも、もうあれですもんね、あの、お風呂も結構そんな狭くはないけど、ジャの風呂も大きいちゃんと洗いますもんね。広いからね。うもうあの、露天風呂からいろいろやって、何やったら食堂もついててなんか食べれるような、でかい温泉なんで、ん。何やったら晩飯も食って帰るみたいな。やっぱりね、家の風呂入んのと、温泉入んのでは、あの、 その開放感というか。開放感違いますね、うん、やっぱり。あの仕事終わった感じの開放感が全然違うんで、うん。僕はよく帰り、会社帰りにそれありますよ。うん、あの、もう嫌になって、3時ぐらいに会社を飛び出して、うん、スーパー銭湯のそばで仕事して、うん、この仕事が終わったら、風呂入んねえ。<laughs> この仕事終わったら風呂入んねえって言って、<laughs> 5時半ぐらいに終わらして、さっぱあのー、何やろう 会社3時ぐらいにね、うん、フレックスで上がって、うん、あの、まだ日が落ちる前の明るい時間に湯船に入る。ああ、罪悪感。あの罪悪感と解放。最高ですよ。あれは本当にこの世に生きててよかったみたいな。うもう着信やってげんなりするんですけど、ね。まあもちろんね、でも。もやっぱ俺悪いことしてたんゃんって。いや、でも、あの解放感味わうと、うん、やっぱ家の風呂ではちょっとこれは無理だなっていう。うんうん、家の風呂では本読みながらいつも入ってるんで。ああ、なるほどね。で、その、 定番品がマジックリンのそのあの、うん、あ、こすらずにやるタイプになっちゃったんですよ。はいはい、はい、でもね、結局、あんまやりすぎると、うん、めちゃめちゃ量を使ってるってめちゃ怒られるんですよ。<laughs> 嫁さんに。洗いもせんのに怒りだけはするんだ。うん、もったいない。だから小さいのシュッシュって、あんたかけすぎよって言われる。ああ、うん、歯磨きこうもたっぷり使うタイプ。でも、 歯磨き粉はやっぱりたっぷり使えって言ってますわよ、なんかテレビで。どっちが正しいね、あれ、多すぎるっていう人もいるし。うん、いや、僕はなんかそれなりにクリアクリーみたいなビーってつけるのが正しい,い最近の歯磨き粉なんてほとんど研磨剤も入ってないのに。うん,うん。俺はガリガリ削りたいのに。<laughs> そうね。うん、で、あとはそれでやるんですけど、まあ、その、多分、 何でもそうなんでしょうね。よく言うじゃないですか。あの、マヨネーズの口も、もうちょっと広くすればどうだろう、みたいな。あれ、インベッゼー Z のネタかな。うん、なんか味噌とかね。昔のね。とかね穴を開ければ消費量が、増えるから。1.2倍に上がるんだよ。そうか、これかみたいな。それも多分、策略かな。フリクションも、えハイテクシーコレとトも、パイロットのあの陰謀だと僕は思ってるんですけどなんでなんで早く、早く消費されるから。 リ <laughs> フィルの雰囲気がね <laughs>。でもそれと一緒で、あれ、まんべんなくちゃんとやろうと思ったら、うん、あの、擦らずに、いや、溶かそう、溶かすっていうかな、やろうと思ったら、結構な、塗布をせんとダメなんですよ、うん。そう。あこ擦る方が使う量少なく済むからね。うん。うん、じゃあ、もともと黄色の安いマジックリンの方が、結局ゴシゴシするんやったら、あれでよかったやんって言うんだけど、なんか、ヨベさんは、うん、 こっちの方がうちの定番だからって言って、うん、こすらすになるやつやって。うん、俺がルールブックやと。うん。いや、うんで、でももう、放送上俺ほとんどしてないから、俺黄色のやつもう一回復権させたいっていう、せめい合いもあって、うんで、昨日の夜またげんなりしたんですけど、あまりにもこう、ブシ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 やるじゃないですか。はいはい、で、浴室乾燥でたまにその中に入れてたりするから、うん、劣化で、うん、なんかね、季節に一回ぐらい、うん 割れるんですよ。何がノブが。あ、ノブがね。この、トリガーが。結構きついんやな。多分僕が、イラつきながら、どんだけ、どんだけ夫婦なんか嫌悪やねん。違う違う違う。たかが風呂掃除で。違う違う。そんな風呂掃除で別になってるわけじゃなくて、ああ早く終わらしたいってなるじゃないですか。いや、その風呂掃除でそんなに怒りをあらわにしたら。ただ、ただ僕は多分力強いんですよ。ソフトタッチにやらなくて。 こうね、うん、こう、ピストルで取り替えるときに、柔らかくタッチはしないじゃないですか。うん、ガシャーンってやりたいじゃないですか。いや、別にまあヒグマ通ったわけじゃないから。<laughs> いやいやいや,いやゆっくり、別にフロア逃げへんし、<laughs> 襲っても来へんから、ゆっくり、ゆっくりやってあげる。<ゆ>なんでそんなご用掃除のたんびに、げんなりしたりとか、怒り任せに、ガーって。 よっぽどなんか、なんか、なんか良くないですね。いやかね。そら人生疲れるやろ。<laughs> いやいやいや、まあ、猫背だ,だ <laughs>、はい、猫背なだけなんで、ただなんかもうちょっとあれを、プシュッてやるのって、テレビでもプシュッてやってるじゃないですか、それなりに。俺、すでまうちの数にあれかけ8ジェットかけた時でも、結構ゆっくりやったよ。<laughs> <laughs> でも、8ジェットとか、アースのやついいよね。あれ、一回やっただけで、バーンってやってくれるから。うん、あ、ね、8、八ジェットの中に入れてくれたらいいのにな。そうそう。あれ、気持ちいいから。うん。ほ、うん、んなら、あの、フローバーの外からでもできるやん。そう。というか、ロ、あの、射的ガスの長い,い,い、ね。そうそう,そう。いいね。ロングスパンでやってみたいんだけど。はい,はい。でも、それをあんまりやりすぎるもんだから、劣化して、バキーって折れるんですよ。うん、はいはい。じゃあ、リフィングだけ変えばよかったのに。絶対クレーム入れるよね、それでね。いや、言えないよ、そんな。俺でもけ、お天気無料で直せや それ送ってやる手間の方が大変いやいやでそれを昨日の夜また折れてでその聞いてるかマじっくりうん買おうかなライオンからどっちだったかな。いやいやほんでそれであったからでまだまだ全然残ってるんですよそれパンパンに。今ふたとでも直接現役を現役をやるしかないから僕今日帰って現役を多分スポンジにつけてもう昔ながらのやり方するんだ。 しんどいじゃないですか、またそれ。どっちやねんだな。さっきまでこすりたいって言うてたやん。こすりたいんだけど、こす、うん、りたいんだったら黄色のマジックリンでいいじゃないですか。何が違うの一体。よくわからない。黄金抗菌 <laughs> だから、だから僕はテーブル胡椒のように僕黄色のマジックリンを復元させたいんですよ。うん、ああいうのって、うん。 なんか、いろんなものがいっぱい出てくるじゃないですか、絶対新製品を売りたいがためにやってるだけですよ。うんうん、実際には、もともと売ってたやつが一番良かったみたいな話になるし。全し絶対そっちですよ。今だって洗濯もんでもね。うん<で>。あるじゃないですか、なんか、なんか多分 P&G がいろいろ考えて、うん、本国アメリカの本国が考えて、なんかようわかな、あの、ポケモンボールみたいなやつをバーンって入れるタイプのやつから、はいはい、いつの間にか今、タンポン入れてるじゃないですか。<laughs> タンポンはいはい。ね<え>あれあれみんな、もう、見た瞬間にタンポンってみんな言ってましたけど、これ、はい、嫁さん、嫁さんが先にタンポンじゃんって言ってたから、あ、よかったって思った。こんなの人だったら、もう,、うんもうね、もうね、もうそう、家庭用品メーカーの桜ぐらい乗っちゃダメですよ。いや、その人は、だって一番、まあ一番っていうか、うん、有名な話で、うん、あの、洗剤が小さくなった時、 そうね。あの、でかく、昔めちゃめちゃ洗剤ってでかかったね。それが、あの、コンパクトになった時に、あの、技術の進化でコンパクトになりましたって言ってたけど、あれ、技術の進化でコンパクトになったんじゃなくて、技術の進化ででかくしてただけやからね。そうなの。だから、でかい方が売れたから、いっぱい入ってるから、だから、どん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 でかくなっていったんですよ。中身の成分一緒やのに、大きく見せるためだけに。 大きいことは正義だと。そう。大きいことはいいことだってずっと言ってたからね。一日以前のあの人が。うん、だから、別にもともと小さかったものを、かさ増ししてただけやのに、うん、<laughs> ある日突然なんかこれからはなんかエコだとか言い始めて、小さくしたらすごく売れたから、元の状態に戻しただけみたいな。うんうん、そうなんですかそういう話でしたよ。そっからまた液体洗剤があってそ,うそ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 う。うちなぜかわかんないけど、ナノックスと、アタックがこの両方あるんですよ。はい、うん、はいはい。 なんか、使い分け、何をもって使い分けてるのか分からずに僕使、うん、使僕は基本的に粉を使うにしてるんですけど、はいはい、うん。なすぐ梅さんはなんか使い分けていますね。気分、気分の問題でしょう、ね。気分の問題、まあ、まあもちろんね、手の問題とか色々ね、うん、荒れるとか肌とかいっぱいあるんでしょうけど、うん、あんまり俺ね、信用してないんですよね、洗剤メーカーって。ですよね。うん、いやだから本当にバキッて折れてって、も心が僕折れそうになって。それが 8J ってやったら発表してるわ。 そうですよね。<laughs> 蜂が臨戦態勢入ってんのに、鳥が折れたら。バキって、漢字絡めの時。<laughs> そうそう。これ、物は物だったら、いや、これ、これで、これが原因で死ぬかもしれないじゃないですか。熊撃退スプレーやったら死ぬで。漢字絡めの時。そう。ね、多分、熊撃退スプレーの時は、俺も、うん。力いっぱい逃げると思う、うん。そうでしょ。う。<laughs> だから、マジ、ま、新しいマジックリンを、こうや、ちゃんとでも好き、3、4ヶ月一回折れて、うん。 俺、これ扱いきついんかななんか、なんか。指の力すごいんやろなピンチの子が。優しくやらないといけないねって言って言うんだけど、うん、別に嫁さんにはもう黙って、おったって言ったら怒られるからね。怒られるから、うん、明日こっそい帰りかないな <laughs> 指の力すごいんやろな。きっとあの、マフィア同士のあの喧嘩みたいなハンカチをお互い指でこう握り合って殴り合うみたいな。<laughs> <laughs> そんなバトみたいな決闘やったら、<laughs> 名人連戦連勝やと思うねんけど。そう。いや。 でも結構、火事してる人、うん、いや、だから僕、浴室乾燥してる時に、それたまに逃げたりするから、痛む、はい、んでしょうね、プラスチックは。いや、そんなんでうん。そんなきついの,、まあ、僕の,のいや、そんなんで折れるかな俺多分、うん。その溶液っていうか溶剤が、原因で溶け出して溶け出して、うん、ケミカルアタックしてると思うで。<laughs> いや、そうやろ、きっと。ね、ベーシケン教とかで見たらわかんのかなもう多分、その、の暴力とか、その、シワとか見たら、うんうん、多分、あの、そういう、ね、あの、研究所に持って行ったら、うん、ケミカルアタックですね、っていうと思う。え、マジでうん。そう、その、あの、金属疲労的な感じで。そう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 。だから、これはあ<ー>あの、外部からのものではなくて、ケミカルアタックで、ヒビが入って、最終的には折れた。じゃあ、俺、ちょっと逃走してみようかな。客層に。折れすぎですと。いやいや、もう。オタクの記者の、記者の、 もしこのマジックリーン、ヒグマが相手やったらどうするつもりですかって。いや、本当にに。ヒグマ相手にマジックリーンかけてるやつもどうかと思う。もうちょっと強度上げてもらえませんかっていうことは、言ってもバチャ当たらないような気がする。持つとこ間違ってるとか言われたらどうする <laughs> 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 それなり、トイレの髪の大きさが俺だけ違う <laughs> そう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 。<laughs> <laughs> そんなことあるんですか,かまず、まず、ツイッターでさりげなく、<laughs> さりげなく、あの、ちゃんとマークつけて、また折れちゃったよ、トリガーって写真上げてみたら。今度は多分、あの、公式のところから、うん、このように使ってみてはいかがでしょうか、みたいな。いや、例えばね、うん、僕やるときに、うん、えっと、1本でやってるんですけど、うん、3本でやる人もいるかもしれないですけど、2本でやるのか。はいはい。1>, 1フィーガー、2フィーガー、3フィーガー。 だからね、あの<ワ>そ、そういうトリガーはかけるところによってトルクが全然違うんで、うん、ああ、じゃあ、正しい位置。正しい位置もあるはずなんですよ。じゃあ、じゃあ、真摯にクレームじゃなくてよく折れるんですけど、そうそうそう。正しい使い方を教えてもらえませんかって。うんうん、もしかしたら僕の持ち方間違ってるのかもませんかって。うん、ほんなら。低姿勢で。そう。ほんなら、周り、ば、うん、ーっと下にいっぱいついて、うん トリガーなんて、指かけてんの初めて見たみたいな。うせやどうするあご、あごからかやって。いやいやるや、だから、わかれ、わかれ、世の中では、どんな使い方してるかわかれんから。いや、ちょっと、さごさんどうやってやるんですか普通に。トリガー、あの、マジックリン。<laughs> <laughs> <laughs> いや、うせぇ、なあいえねん。おかしいやろ。だから、いや、わかれへんや。いや、脇でこうやるとか。でこうやるとか、三 <laughs> 本指でやるとか。ま、まあ、まさかあの、トリガーで違うっていうのは想定しないもんね。うん。だから、やっぱり、あの、遠く、 チェッカーで登録測るときにね、うん、持つところによっても力が全然、まあまあね。違うの、ん、で、やっぱり優しく、三本の指で薬指から順番に力入れてくださいとか、なんかあるんじゃないの薬指から順番で、<laughs> この、この動作なんかあったよな。<laughs> 何の動作だったかなついたってたまに女を追かせる動作。<laughs> <laughs> でも、3ポイントばかり、なんか、金大津公介みたいで嫌やねんけど <laughs>。うん。まあ、でも本当に。いや、でもちょっとね、ツイッターさん客層に一遍ちょっと、う,ん,、うん、うん、聞いてみるメールか何かで。うん、ちょっと、いや、それ、毎回折れるわけでしょあのね、僕が、その、リフィルっていうか、買えんのを、4回転か5回転ぐらいしたら、うんうん、だから、リフィルのでっかいやつが、3泊ぐらいやる頃にはもう、いや、 あ、でも、それは根本的に耐久性の問題もある可能性もあるんですよね。うんうん、だから、結局のところ、その、何回までライフ、うん、ライフの回数を何回に設定してもか、うん、まあ、おっちゃら企業秘密とか教えてくれないでしょうけど。耐久検査もみなやってるはずで、プシュ。いや、もちろん、やってるからこそ、あの、替え玉っていうか中い。<laughs> 中身変えられるようにしてるわけですけど。うんうん、かといって永久に使えるって言ってるわけでもないじゃないですか。プラスチック製品なんだから。結構 だから、例えば、3000回までは大丈夫だというふうに認識してますと。でも、うん、3000回ね。でも3000回って言ったら、1日例えば10回やったとしたら、うん、もう300回フロスウェスしたら終わりやん。1, 1, 1年間持たないですから、ね、そ,うそうそうそう。そうだから、あの、変えるのは1回までとか。あー、うん、永遠に、永遠にやったね。永遠に。 階段もできると思うなよ、うんそ。そらそうでしょ。そら死ぬもなくなるから。<laughs> うん、そらそうでしょう。だからやっぱり耐久性の問題もあるんで、うん、使い方と耐久性この二つをちょっと、公式の方に。聞いてみて、うん、じゃあ、あの、聞いてみますよ。はいはい。で、その次の回で、ちゃんと報告したいなと思います。うんうん、だいぶ時間あるんでね、これまで。そうか、でもね、黄色のマジックリンの時は、そんなことなかったんですよ。うん、黄色のマジックリンって、そんな、かえだしてた。 うん。あ、してたんだ。うん。あの、黄色のマジックにでもね、だいぶね、駆逐されてるから、あれ、メーカーの戦略かもしれないですけど、うん。小さくなってるんですよ。まあ、あコンビニには売ってるけどね。まあ、あとはやっぱりさっきのね、うん。あのー、蓋の穴を大きくする戦法で、うん。元の方も買い替えろよと。ってことなのかなでも、あの、安全性のためにある程度で折れるっていう設計思想もあるからね。なるほどね。そういうね。うん うん、わかるわかる。<の>かるそうそう。ある程度までいったらパッキンとかいろ横からも折れたりする可能性もあるので。うんうん、それで変なクレームが無視されたら折れた方がそうそう、うん。先に折れるっていうのはう。よく見たら書いてあるのかな小さくね。ち、ある程度制限がありますので、どこからタイミング折れるのでって書いてるのかなそうそう、うん、本当にあの2回までとかね。うん。そのためにわざと折れるようにしておりますって言うかもしれない、うん。おー、すごい僕が深いからね,ね。メーカーはね。うん、メーカーは。こんなこといつも言われてるんでしょうね。うん、言われるよ。 言われるよ。身につまされるね。言われる。よね。それは、安全性を意識して、設計思想でそういう設計思想なんです。便利な言葉やな、設計思想って。あ、いい胸痛、胸痛。そういうこと言って、消耗品を、サリフィールっていうサプライを、買わそうっていう営業戦略なんですかそれはそれでいいんですけど。そんなプリンターの会社みたいなことしません。 プリンタメーカー、そうなのいやいや、あれはインクを稼ぐせるための機械でしょそうですよね。あー、定番は奥が深いな、やっぱりな。まあでもやっぱり長く使われてるには理由がありますからね。はい。ということで、マジックリンは。いや、いい、いいですよ、やっぱり。スタンダードなものっていうのはスタンダードものはいいような気がするな。うん、メーカーに驚されたくらいな。 別に踊れとは言ってないけどね。嫁と戦おう。黄色のマジックに戻してくれって。ただもちろん、あの、体とか安全性とかいろいろ考えて、メーカーも改善改善で出してきてるので、ね。今のやつが悪いものを出してるわけではないですからね。じゃあ、あの、タンポンの生産、生態どうなの使いやすく。使いやすいか。肌に、肌によう。ちょっと、ちょっと待ってくださいよ。よくよく考えたら、 洗濯って、ゲージ出てくるじゃないですか。何割洗剤入れなさいってあれ、タンポン型のやつって、一ゼロじゃないですか。気にしないね、そんなことは。えー、策略や。やっぱり、うん、やっぱり、やっぱりメーカーの陰謀ですよ、これ。いや、それはだから、ボールのとこからそうやん。ボールのとこからそう。毎回必ずスカイ十回。だ、誰が買ってんの、あのタンポン。 いや、そういうネタにしたい人が。<laughs> じゃあ、一回で終わりやん、もう。まあまあ、そう。でも一回でいいんじゃないあ,あれ、新定番になるのいやどうかな、どスクラビングバブルは新定番になりましたよ。ボールはねうん、ボールボ、ボールもあるし、トイレ掃除の、うん、あのー、はいはい、あれはみんないろんなところで、うん、山崎実業にあのー、ストッカーっていうか、あれもできるぐらい定番になったと思いますけど、そうですね。山崎実業にあのー、専用の、鉄製品作ってもらったら定番って認められたってことですよね。 ダイソンダイソンのあのフックとーナメとかうんそっか売れるっていう風に判断するんでしょうからねね、うんすごいなまあとりあえずはちょっと公式に、はい、問い合わせてみます、はい、なんかで嫁と戦いたいなと思います、はい、それでは皆さんおやすみなさい <laughs> さようなら <laughs>